教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとしてフリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも正しいこととは限りませんので、ご了承ください。はい、私のインプットアウトプットをお話しいたします。今回私が調べたことは日焼けについてです。で、なぜこのテーマを選んだかというと、すごく私日焼けをしやすくって、学生の頃は外で活動する部活動だったので、もうすごく真っ黒になる時期もあったんですね。なので、こう日焼けの仕組みについて、それから日焼けの対策について、それから日焼けをしてしまった後のケアについて今回は気になったので調べてみました。で、実際に日焼けの仕組みなんですけれども、日焼けをすると肌の中の細胞のメラニンというものが大量に作られて、日焼けをすると肌がすごく黒くなったり赤くなったりすると思うんですけれども、それは肌を紫外線から守るために濃い色になっているそうなんですね。で、これが日焼けの仕組みだそうです。で、私は実際に日焼けの対策としては日焼け止めを塗ること、そして運転する機会も多いのでアームカバーをつけたり帽子をかぶったりという対策をしています。で、調べてみると日焼け止めも2、3時間を目安にこまめに塗り直すことが大切だそうで、特に海やプールなどに入る機会にはしっかりこまめに塗らないと水で落ちてしまったりするそうなんですね。で、あとはそのアームカバーだったり帽子だったり日傘だったりっていう UV 対策のグッズもUV しっかり UV 対策されているものを身につけることで紫外線から肌を守ることができるそうです。で、日焼けの後のケアについては私はもう全然今までやってこなかったんですけど、調べてみるとまずは肌をしっかり冷やすことが大切で、日焼けに気づいたらしっかりまずは肌を冷やして、そして化粧水などでしっかり保湿をしてあげることが大切だそうです。それから水分、肌がすごくカラカラで乾いている状態なので水分をしっかりとって、あとはビタミンなどを摂るとすごく効果的だそうです。で、私も実際に調べてから肌を冷やしたりだとか、あとはしっかり保湿をしたりだとか、ビタミンも食べ物や飲み物で摂取するようにしてみました。実際にその目に見える効果はまだわからないんですけれども、やっぱりその 日焼けをそのままにしてしまうとこうシミやそばかすの原因になったりだとか皮膚がんの原因になったりもするので、これからも続けていきたいなというふうに思いました。で、子どもたちもやっぱり子どもよりも肌のバリアが薄いそうなので、帽子をかぶったりそれから水分を取ることは熱中症の予防にもなるので、私も今後しっかり声かけをこれからもしていきたいなというふうに思いました。これで私のインプットアウトプットを終わります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。